札幌から車で1時間ほどの北海道の玄関口千歳市。小さなお店が立ち並ぶ商店街にガラス張りの可愛いお店があります。ここですね、カモメ食堂。もまさに映画に出てくる雰囲気そのままですよ。千歳に住んでる方に聞いた人気店だそうです。行ってみます。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。かわいい。ありがとうございます。すごい素敵ですね。本当ですか。ありがとうございます。お好きな席にどうぞ。はい、この辺にしようかな。メニューになります。メニュー、はい、かわいい。わあ。ですか、これは私が用意しているハッピーサプライズなんです。ハッピーサプライズ、はい、後でいいことありますので。あ、よかった、はい、蝶々ですかこれは、はい、あ、全部のメニューに入ってます。全部に、はい、すごいですね。怒った人はまだ一人もいません。そうでしょうね、はい、ハッピーな感じですよ。カラフルだし。どのメニューも大人様ランチなんて特にこうギュッと詰まってて、もうボリュームたっぷりのメニューなんですか。はい、うん、ボリュームがいっぱいで、食べれない方がお持ち帰りできるようにテーブルにこれが置いて、すごい。お料理ができたらまず持って帰る分きれいに詰めてからなんかお召し上がり始める方もいます。それぐらいじゃもりもり。はい、全部、うん、ボリュームたっぷりで、うん、お野菜もお肉もたくさん入ってます。うん、はい、なんか道産のものも使ってるんですか。すごいたくさん野菜とかもあって。はい、お野菜、季節によるんですけど、地元の農家さんから直接持ってきてもらって、うん、今日は何がズッキーニが美味しい、トマトが美味しい、そういう日にお客様にも少し買って帰れるようにご用意してます。なるほど、はい、お家でもお店の味を食べてくださいって感じで。なるほど、はい、お待たせいたしました。はい、うわすごい量ですね。わー、カラフルで。かなこさんすごい量ですね。ありがとうございます。野菜もたっぷり入って。はい、うん、もうなんか美味しいお野菜があったらそれいっぱい入れたくて、いつも、うん、一つ減らしますかって言われるぐらい運ぶときに多くないですかって言われるんですけど、もうあれもこれも食べてほしくて。はい、すごい。チキンカツにドリアにポークジンジャーに、美味しいもの詰まってますね。お店の人気メニューがいっぱいあった、ね、大人様ランチで。大人様ランチ、はい、嬉しい。まずはポークからいきますね。ポークソテーから。大きいのこれもまた。わあ、いただきます。うん、ソースがいい香り。バジルソースですね。うん、あ、美味しい。あっさりしてて食べやすいポークステーキなんですけど、奥の方にこうバジルの香りがふわっと広がります。素揚げしたかぼちゃを乗せた自家製のクリームドリア。愛情のこもった家庭料理は人気のメニューだそう。最後にかなこさん手作りのカップとソーサーでカプチーノをいただきました。何ですかそれは。これができると100円引きになる。はい、100円引き、はい、はい、待って、食後の運動にぜひやってみてください、はい、ドイツゲームのテレバランスっていう人気のおもちゃで、はい、こうなれば100円引きなんですけど、はい、普段はこういう感じで、はい、これを上から1個ずつこうやって乗せていくんですね。で15分から1時間かかって、そんなに1日1人できるぐらい難しいんですけど、1秒でもできたら100円引きになります。あ、すごい。あ、もう5つ、はい、上だけ見ればもう暴れん坊ですよ。え、でも13年ここの千歳でやってらっしゃるんですよね。そうなんです、生まれ育って50年なんですけど、千歳が大好きで、うん、で実家みたいなこの店を始めては13年、うん、
80歳か90歳ぐらいまでやりたいと。もう決めてらっしゃるんですね。はい、すごい。来てください。また来てくれますか。もちろん。あんまりこう千歳の街中来ることないんですけど、ここですね。トゥエルブコーヒー、ツタに覆われてますね。何これ、自動販売機。どこから開けるの。ドアハンドル、これ。あ、ここ。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。はい、こんにちは。素敵な色味ですね。ありがとうございます。こちらの方、はい、こっちですね。はい、はい、はい、そっちですね。はい、こちらの席だ。はい、あ、素敵。大きく撮られた窓から見える緑が絵画のよう。すごく素敵なお店ですね。そうですね、うん、店内は支笏湖の色をイメージした、うん、はい、店内をイメージして作っております。緑もね、見えて、はい、素敵ですけど。メニューはね、はい、何がおすすめなんでしょうか。メニューはドリンクや、はい、あのご飯物やスイーツも出しているので、うん、いろいろ季節ごとで楽しめるかなと思います。はい、当店の人気はあの気分屋な渡り貝のトマトクリームパスタ、こちらが人気メニューになっております。間違いないやつですね。はい、美味しそう。あとドリンクもセットで330円で頼むことができまして、はい、当店の人気メニューはこちらのシコツコブルーのレモネードになります。はい、これいいですね。はい、このなんかシコツコブルーがコンセプトっていうことですけど、なんかこのお店って結構新しいお店ですよね。お店自体は2023年の2月にオープンしまして、うん、去年オープンしたばかり。そうですね。今こうやってスイカとか桃とか果物を使ったデザートなどもたくさんありますけど、これからもっと秋が深まるにつれてメニューも変わっていくんですか。そうですね、あの10月になったら店内をハロウィン仕様に店内も。そうです。店内もハロウィン仕様にして、ハロウィン仕様のスイーツとドリンクをご用意いたします。はい、楽しいですね。渡りガニのトマトクリームパスタにはサラダとオニオンポタージュがセットになっています。カニもこっちを見ています。見つめてる。これ周りはチーズと胡椒とあとドライ人参パウダーが乗ってるみたいです。香りが、うわ、カニの風味がもう口いっぱいに広がってますね。うん、トマトクリームなんですけど、すごくトマトが強めなのであっさり食べられます。これかわいいですよ、シコツコレモネード。色が真っ青です。これを混ぜていただくみたいです。もうこのグラデーション綺麗。わー、少しずつ、これ蒸したシロップみたいで、うん、わー、あ、酸味はしっかりありますけど、うん、わー、甘くてすっきりした味わい。あ、これはお食事にも合いそう。うん、美味しいです。いやー、おしゃれなお店見つけちゃいました。なんか千歳にドライブに来たら絶対にここは立ち寄りたいお店ですね。なんか落ち着いててゆっくりできるし、この緑もやっぱり非日常感みたいなのを味わえますね。千歳での一日を締める夜カフェを教えてもらって中心街へ。ホテルクラッセステイ千歳の1階にあるこのラウンジ、ホテルの中のお店だけあっておしゃれで開放的、夜は雰囲気たっぷりです。いらっしゃいませ。こんにちは。空いてるテーブルお好きなところへどうぞ。はい、広いですね。初めて来たんですけど、はい、夜のカフェメニューはどういうものがあるんですか。はい、はい、こちらトゥエルブコーヒーさんという千歳の市内 の、うん、あのコーヒー屋さんがあるんですが、はい、そちらの豆を、はい、あの当店専用でブレンドしていただいた特製のブレンドコーヒー、はい、そうなんですか。はい、
行ってきました、はい、さっき。あ、そうなんですか。そうですか、はい、ちょうどオープン時期も近くて仲良くさせていただいてます。その他はクロッフルですとか、はい、自家製の、昔風のプリン、それと、近所の、老舗のお菓子屋さんで森本さんのソフトクリーム、はい、千歳が本店ですね。はい、そうです、うん、はい、でこちらのソフトクリームを使った、オリジナルのパフェもご用意してます。いいですね。これじゃあ夜のメニューずっと何時まで食べられるんですか。はい、当店11時閉店、23時ですね、はい、閉店になってまして、10時半ラストオーダーになってますので、それまでデザート類も、はい、いいですね。締めパフェができちゃうわけですね。はい、そうです、その通りです。そうですか。来ました、4度パフェです。すごく綺麗、美しいソフトクリーム、回したくなりますねこれね。美しいソフトクリームにミントと、あとハスカップ刺さってて、で後ろにこれチーズかなのカリカリが乗ってます。まずはじゃあ森本のソフトクリームから。うん、美味しい。ものすごく牛乳感が強いソフトクリームですね。さっぱり系。あ、好きです。おいしい。ハスカップも、これも千歳のハスカップだそうです。いっぱい。キュンとくる酸っぱさですね。酸味が。何このアイスと。中には濃厚なクリームチーズやハスカップなど美味しい素材が重なっています。ケーキですね。スポンジケーキとチーズクリームたっぷり入ってて、中に結構スポンジが見えますよ。ナッツも入ってて、で下はこのハスカップのゼリーです。酸味ほどほどで、爽やかな甘み、美味しい。ハスカップの甘酸っぱさと、美味しいですね。店内のこのカウンターだったり、後ろのこの模様も千歳の川をイメージしていたり、なんか自然を感じさせる作りになってますし、あとこのパフェも千歳のハスカップ使ってたり、コーヒーもこれ地元のねコーヒー屋さんですし、なんかこう地元に根付いているお店な感じがしますよね。